3人目の選手が登場します。北朝鮮のソ・ジョンオクです。この選手も離れ技が多いですね。この車輪、後方車輪の1回半から前方車輪の1回ひねり、そしてイエガー白宙返り、 D 難度3つ入れてきました。北朝鮮の選手も非常に姿勢という意味で基本ができていると思われます。最後は伸身のダブルで降りてきました。着地もうまくまとめました。北朝鮮のソ・ジョンオクです。種目別3人目、団体では銀メダルを取った北朝鮮の、主力となりましたソ・ジョンオクです。このイエガーも高さがありますね。だからこそ次のパク宙返り D 難度につなぐことができます。その後のトカチャクも非常に大きかったですし、最後のこの伸身のダブル、着地わずかに足が動きましたが、それまでほとんど足の乱れありませんでしたね。得点出ました。9